DRC1000 型機動車は台湾鉄路管理局の機動車である。20世紀末に運用されていた DR2100 型 DR2400 型は一部は運用開始から60年以上に達し、老朽化が始まっていた上冷房もなかった。このため大鉄は新世代の機動車を導入し、四川区のサービス工場が必要と考え、810校舎計画を通じ、 日本車両製造から36両の冷房付けディーゼルカーを購入し、同時に DR3100 型機動車を30両購入している。1998年上半期より納車が開始され、同年12月2日から運用を開始。1999年下半期には、すべての旧型機動車に代わり、復興後を名目で三大支線を走行した。 2006年11月1日のダイヤ改正時に、区間車に編入された。この車両に代鉄は、DRC1000 型と付番し、DRC1001 号から1036号となったが、その中の DRC1036 号は、局長専用車に改修され、DSC1001 と、改版されている。全車が両運転台車で、炭鉱から水量連結の運用にまで、 弾力的に使用されている。動力用エンジンには、カミンズンタ 855R1 ディーゼルエンジンを1台搭載し、この他電源用エンジンを1台搭載している。客用扉は、プラグドアの片開きに扉、車内は転換クロスシートであったが、区間車に格下げの際にロングシートに改装しつり革が追加されている。ありがとうございます。